はようございます。朝ごはんはパパイヤ2分の1個食べたいと思います。ではここからウォーキングしていきたいと思います。キングカメハメハホテルは今こんな感じですね。それにしてもね、今日もめちゃくちゃいいお天気です。今外の気温が28度ですね。天気もいいし、すごく最高です。普段でしたらもうこのアリードライブゾリーはね、たくさんの人がいらっしゃるんですが、もうほとんど見ての通り人はいないですね。ここは僕のね、もう完全にお散歩コースで、今日はね、海がだいぶ濁ってる感じですね。やば、これ超でかいんですけど。うわ、気持ち悪い。結構ね、綺麗な貝見つけましたよ、これ。なんていう貝かわかんないけど、戻しときましょう。もうね、ウニがいっぱいありますね、これ。食べれんのかな？ウニョウニョ動いてるしね、これ。食べれたらいいんだけど。今日、大潮ですね。今日、今の時間がね、最干潮になります。すごいね、こんなに潮が引いてるのね。僕、初めて見ました。網持ってくればよかったな。ちょっとね、ここまで計算してなかったですね。すごい楽しくなってきちゃった。魚いっぱいいる。ちょっと水中にカメラを仕掛けてみたいと思います。このタイドプールにカメラを置いて様子を見ましょう。
派です。ということでね、あのウォーキング続けていきたいと思います。裸足で海入ったんですけど、案の定ね、足切りましたね。痛っ、血出てきた。ひー、結構ね、ハワイの海は溶岩だらけなので、海入るときはね、必ずアクアシューズみたいな、ちょっとビーチサンダルだとね、怪我しやすいので、アクアシューズとかね、絶対あった方がいいと思います。僕みたいに怪我しちゃうんでね。かれこれ1時間ぐらいウォーキングをしてしまいました。寄り道とかもしてね、フラフラしてしまったので、いつもより多く時間かかってしまったんですが、今度は泳いでいきたいと思います。うわ、寒いな。ではこれから1時間弱ぐらいまたね、泳いでいきたいと思います。すごい今日ね、濁ってますね、海がね。ちょっと波が高いので、まあ泳げる時間だけ泳いでいこうと思います。行きましょう、スタート。結構ね、今日波が高いっすね。すっごい泳ぎにくい。ね、海も濁ってるし、波も高いし、さっき切った足の傷も痛いし、ね、30分ぐらいだと思うんですけど、もう上がりたいと思います。シャワーを浴びて浸かります。ぶつかった。ニワトリ姉さんです。